What's up guys? ケントです。ナットです。ということでね、はい、今回ですね、うん、こちらの、まあ、ジャケットの紹介なんですけど、うん、見覚えある方もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、ね、実はイナフェスの動画の時でもちょっとね、触れたアイテムなんだけど、これがですね、アーミーバイワイパー、はい、ね、ワイパーさんの LL さん、うん、LL ウッドさんが、まあ、やってるディレクターのブランドがありまして、はい、そのアーミーバイワイパーから出ているこのジャケットですよね。はい、うん、で、イナフェスの時に、まあ、ワイパーさんのブース行って、じゃあ LL さんがね、うん、もうちょっと着てみなよみたいな感じで、うん、着たら、もうめちゃくちゃ良かったです。そう。そう。良かったっすね、これ。ね、めっちゃかっけえとなって、はい、まあ、今回ね、ちょっと改めて紹介しようと思うんだけど、うん、まあ、アーミーワイワイパーっていうのが、どういうものかというと、はい、まあ、LL ウッドさんが、まあ、ディレクターを務める、そのブランドになってて、まあ、ミリタリー要素をね、入れながら、ちょっと今までにないようなものを LL さんがこうプロデュースして作ってる、まあ、ブランドで、うん、まあ、今回もこのね、迷彩、はい、ね、このハンターカモって言われるこの迷彩なんだけど、うん、このミリタリーの迷彩プラス、まあ、古着のこうカバーオールのディテールをこう合わせた感じになってて、はい、うん、めちゃくちゃかっこいいですね。そうね、うんうん、このジャケットのこのカモ、ハンターカモっていうね、こう迷彩なんだけど、実はね、俺が一番好きなこう迷彩柄、そうだ、ね、うん、の一つで、うん、まあ、結構こうパンツとか持ってたりとか、うん、まあ、するんだけど、まあ、これがね、カバーオールになっちゃったということで、そう、これはいいわっていう、確かにね、本当に感じです。だってワークもね、うん、大好きだし、そう、うん、タクトがね、ハンターカモのさっき言ったようにジャケットも好きじゃん。そう、ジャケットも持ってて結構着てるんですけど、うん、それが合体したから最強のアイテムですよ、ね、うん、最強じゃんと思って、うん、今回まあで、いろいろね、もうディテールとかもこだわりが詰まっちゃってるんで、こだわりすぎっしょみたいな、そう、ね、ですよね、うんうん、なんでまあちょっといろいろね、まあ、紹介していくんですけど、うん、まずハンターカモっていうのが、まあ、1940年代に米軍が、うん、まあ、採用してたこう迷彩柄で、まあ、これ実はね、このリバーシブルの服だよね。そう。そう。こっちが、まあ、ちょっと緑というか、緑調のもので、うん、裏が、こういう風にね、実はこう茶色というか、デザート柄みたいな感じになってます。うん、これも一応ジャングルでも使えるし、うん、こういう海岸とかでも使えるよみたいな。裏で着れば、こういう迷彩のね、こう、カラーを変えられるよっていうようなシステムになってます。で、簡単にね、うん、ディテール見ていこうと思うんだけど、で、コンセプトが40年代のこの米軍のこのハンターカモの生地を使って民間でワークジャケットを作ったらどうなのかというようなね、こうコンセプトで作られてるんで、こうディテールが結構40年代のね、そう、こうディテールがこう詰まってます、うん、で、例えばだけど、このボタンですね、ボタンが月桂樹ボタンっていうね、はい、ものを使ってて、まあ、物資統制があったもうその戦時中、うん、はこうボタンをねオリジナルで作るっていうのはこうなかなかできなくて、でこう既存の月桂樹がこう書かれているこうボタンをねみんな使えみたいな感じで、うん、この40年代は結構これが使われています。でデニムとかでも結構対戦モデルとか言われるものにはこういうね月桂樹ボタンがついたりするんだけど、やっぱ40年代というねこうディテールを合わせてるんでこう月桂樹ボタンが使われてるんですけど、あとこのカバーオールのねこうディテール自体も40年代のカバーオールにあるようなチンストラップがついたりとか、まあ、こういうポケットのねペンとか入れるポケットだったり、こうウォッチポケットって言われるこうちょっと横から入れるようなポケットがねついてたりとか、こういう前にもね結構大きめのこうポケットがついてます。で右胸はねこうフラップポケットもついてるんで、まあ、結構ねもう本当容量的にはいろいろね入れられる、うん、プラス実はこれ中にもポケットがあるんですよ、これ。そう、うん、でこちら見ていただくと3つもあります。こう2つと向こうにもあるんで、うん、本当ポケットだけでも1、2、3、4、5、6、まあすごいね、うん、あるんでもうほぼほぼバッグいらないじゃん。そう、うん、感じです。でさっき言ったように、うん、裏でも着れるんですよね、これ。そう、一応裏でも着れる感じになって、リバーシブルで着てもね、うん、ちょっとこうおしゃれな感じになるんで、うん、ここがさ、こうちょっとパッチワークじゃないけど、うん、そんな感じで色が変わるから、うん、ちょっと面白いよね、雰囲気は。う、うん、で、あとさっき言ったように、まあリバーシブルだったら、うん、普段はカバーオールだったらさ、チェンジボタン、うん、そうね、ボタンが外せて、うん、裏で着た時に、うん、もう一回ボタンをつければ逆でも着れます、うん、なってんだけど、今回は40年代に合わせてるんで、この月桂樹ボタン使ってるとね、うん、そう、逆にね、俺はね、これで後ろ着てこのボタンに書くっていうのもおしゃれだなって、確かにね、そう、うん、感じもするよね、そう、
で、この生地の、うん、まあやっぱね、このハンターカムもいいんだけど、うん、やっぱヘリンボーンっていうのがね、確かにめちゃくちゃいいんですよ、これ。これやばいですね。うん、生地感もすごいいいし、うん、これ多分経年変化すればめちゃくちゃかっこいい感じになってくると思います。うん、で、こちらの袖とかもね、うん、結構こういうこだわってね、こういうディテールついたりとか、あとこう、随所にトリプルステッチが使われてるんですよね。うん、こんな感じで。なんでもう本当丈夫さもそう、うん、ありながら、うん、後ろもねこうトリプルステッチで縫われてます。本当、うん、いろんなディテールがついてるんで、これはいいですよね。そう。うん、で結構さ、うん、ハンターカモって、うん、なかなか見た目はかっこいいんだけど、とっつきにくい感じあるじゃん。ああ、まあ言われればそうかもね。ファッションでこれでどうやって組み合わせるのかって結構多いんだけど、うん、意外に着てみると。かっこいいんですよ、これ。そうなんだよね。で、あとプラス、うん、何でも意外に合う。わかる。そう、着ると。で、そこら辺がちょっとね、うん、まあすごいいいジャケットなんで、そう、まあコーデをちょっと組んでみたんで、うん、よかったら見てみてください。はい。ということで、はい、できたんですけど、うん、かっこいいっす。俺はかっこいいっすね、マジで。ね、はい、うん、で、俺から、はい、まずこんなコーデだったんですけど、うん、まあ靴がですね、前にも紹介したレッドウィング の、はい、そのキングトーですね、うん、で、それ履いてからこうパンツというか、まあちょっとオーバーオールみたいな感じなんだけど、うん、まあ、デッキパンツ、はい、US ネイビーの1940年代のデッキパンツを着てから、うん、まあ中にミッションディストリクトのフットボールティー着てこれを羽織った感じなんですけど、はい、まあ、ちょっと40年代ということだったんで、なるほどね、そう、デッキパンツもちょっと40年代のちょっとヴィンテージを持ってきてちょっと着てみたんですけど、まあ、やっぱ合わせがこういうこうオーバーオールとかちょっとそういう系カバーオールやっぱ合うしかない、確かにね、うん、だからカバーオール丈のアイテムだったんで、ちょっとそういうね、もう年代も合わせてちょっと着てみたんですけど、やっぱこうね、もう本当のミリタリーじゃないというか、ちょっとこうカバーオールのディテールになってるからミリタリーなんだけど、うん、ここからはね、うん、だけどちょっと外しでこう、ちょっとこう変わってるところがめちゃめちゃ良かったですね、うんうん、あとほんと丈感も好みだし、もう着た感じの、なんだろう、生地感もね、頼りになってないから、うん、ちゃんとした生地だし、すげえ良かったです、これ良かったね、これ、うん、で、続いてこれなんですけど、うん、足元に、はい、バービックの、あの先日購入した靴を履いて、うん、で、パンツですね、パンツはこれのスタプレ、ビーバスのスタプレの今の現行のやつ入ってから、うん、で、あとロスアパのロスアパのイエローの、あのパーカーを着てから、アミバイワイパーのカモフラージュのこのカバーオール着たんですけど、はい、まあ、アクセントとして本当いいっすね。そうだね、あったかも、うん、これ結構普段あんま着ないんですけど、着てみて良さが分かったみたいな。そうなんだよね、そう、着ないと分からないよね。そう、俺も夏もこれの中の本物っていうか黒板のこのパンツ履くんだけど、うん、やっぱこう夏って寂しいじゃん、 T シャツとかでもこう、うん、パンツでもね、こうハンターカモでも、うん、すごいこうパッと見合わせにくいんだけど、着ちゃうと意外とね、そう、こう着れるっていうのがあって、今回もジャケットでね、うん、こうハンターカモ柄だけど、うん、こう着ちゃうとあれ意外としっくりくるなみたいな、そう、
そこがね、ちょっといいですよね、うんうん、だから森でも馴染むけど、タウンユースでも意外に馴染む。馴染んでる。そう。隠れてはないけどね。隠れてはないけど、すごいアイテムですよね。そうね、うん、ということで、今回こちらアーミーバイワイパーのね、はい、こうカバーオール紹介してきたんですけど、まあ、気になったらね、はい、一応概要欄にリンクとか貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。で今回はね、これ紹介したんですけど、そのアーミーバイワイパー、うん、LL さんのブランドの他のアイテムもね、結構いいのあるんで、あるよね、うん、そこもリンク貼っとくんで、よかったら、はい、そして飛んでみて、うん、あの見てみてください、はい、で高評価とですね、あのコメントですね、コメントを我々が、うん、紹介してほしいとか、なんかいろいろありましたら、感想なんでもいいんで、うん、よかったらコメントどしどしお願いします。あとですね、ソーシャルメディア、インスタグラムとかいろいろやってるんで、そちらのフォローとチャンネル登録済ましてない方は、うん、チャンネル登録もぜひぜひお願いします。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。